循環器を専門にね、まあ、心臓病っていうか循環器科を専門にやってるクリニックで、まあ、そう数はたくさんそんなにないと思うんですけどね、そのまま21年2年前ぐらいに始めたんですけどね、まあ僕のやりたい診療をやってるというかね、そういう感じでちょっとユニークかもしれない。これ結構全国から来てるんですけど、まあ、患者さんにね、当たり前のことだけど寄り添うっていうかね、患者さんの側に立って患者さんと一緒に、その医療の問題を解決していこうっていうか、まあ、そういう姿勢で基本のあれはやってるんですね。だからちょっと普通のドクターとはちょっと違う、姿勢でやってると思います、自分ではね、でまあ、そういうことを気に入ってくださる患者さんが来てくださってるってことかなと思いますけどね、紹介ももちろんありますし、あちこちかかってなかなかうまくいかないで最後にいろんな口コミとかね、なんかで来てるっていう方は結構多いですね、心がけるっていうか、まあ、患者さんの話をよく聞いてね、もともと循環器っていうのはなかなかね、他の内科の領域、例えば消化器とか糖尿病とかいろいろありますけど、大体検査をして、まあ、その循環器ってね、皆さん思うほどその検査じゃなくて、まあ、話を聞いて大体診断してるんですよ。でも話をよく聞かなきゃいけないっていうことはメインに来るから、まあ、問診っていうかね、医療で、まあ、それで大体診断はつくんだけど、大体見当ついて、それを補強する意味で検査をしていって、あそうかと。で、まあ、大体それでうちにある大体基本的なね、レントゲンとか心電とかエコーとか、そういうの大体診断の大体見当ついて大体わかるんですけどね、まあ、それでもどうしようもないときは病院をご紹介するという感じでやっていて、だからまあ患者さんの問題をね、一緒になって解決してどうしてあげたら一番いいのかということをいつも心がけてるっていう、そういう感じですね。それはね、なかなか難しい質問なんですよ。というのは病気っていうのはね、必ずしも症状を出したり出さなかったりするし、通常はまあ胸が痛いとか動悸がするとかね、めまいがするとか、まあ、そういうような循環系の症状だけど、必ずしもそうじゃないものいっぱいあるし、だから同じことが起こってもね、感じ方ってみんな様々なんですよ。例えば咳が出るとかね、胸がなんとなく重いとか、そういうとか、まあ、背中と胸がねちょっとおかしいとか、まあ、千差万別で、場合によると僕の専門不整脈なんですけど、不整脈だとね、先生なんかこう胸ミミズが張ってるみたいだとか言うとかね、なんか変なんだな、チリチリして変だとか、ね、まあ、そういう、まあ、どこの本にも書いてないような症状で来ることあるから、症状だから、まあ胸部に何らかの症状があったら一応は循環器に来て見てもらってっていう方がいいと思いますけどね。症状は非常に難しいです。だから一応胸部の何かに関連する何か痛みでも動悸でも何か感じることがあったら一遍は来ていただいた方がいいと思いますね。で話を聞けばすぐね、なんとなくいろんなことからこれは病気じゃないな、病気だなって大体見当がつきます。まあ、横浜生まれで横浜育ちだけど、ほとんどそうね、幼稚園の頃から高校生の頃までずっと西区で暮らしてましたから、西区にすごく愛着があってね、で、まあ、ここにこういうクリニック持つっていうのもね、そういうことで最後はもう西区に帰ってきて、まあ、前は東京にいたんだけど西区へ帰ってきて地元でねやって、地元の人に少しでもね今まで、培った経験とか恩返ししてお返ししてね、できたらなと思って初めて今に至ってて、まあ、これからいくつまでできるか分かんないけど、できる限りのことを地元西区にね還元したい、そういう感じでやってます。そんなところだと思います、ありがとうございます。はい、全然大丈夫。はい、はい、ありがとうございます、なんかあんまり笑顔が出なかったけど、じゃあ